月謝の袋をなくしたアヒルさん、村山和子。アヒルさんは泣きながら学校から帰ってきて、お母さんに申しました。お母さん、先生からいただいた月謝の袋を落としたの。先生に叱られると嫌。お母さんはおっしゃいました。アヒルさんや、カバンの中を調べてみて。なかったら明日先生によくお話をなさい。そしておやつの牛乳をくださいました。けれどもアヒルさんは一口も飲みません。アヒルさんや、さあお飲みなさい。心配をしないで。とても暖かくてうまい牛乳ですよ、とお母さんはアヒルさんの口に牛乳の瓶を押し付けました。するとアヒルさんは牛乳の瓶を跳ね飛ばしましたので、せっかくの牛乳が半分こぼれました。そしてアヒルさんはベッドの中へ潜り込んで、お母さん、今すぐ月謝の袋を見つけてくださいとわーわー泣きわめきました。お母さんはうち中を探しましたが、月謝の袋は出てきませんでした。アヒルさんはベッドの中で涙でぐっしょりになって、私が月謝の袋屋さんだったら私はどんなに幸せだったろう。私はこんなに心配しないでも済んだのに。そして私は月謝の袋をなくして心配で心配で泣いている世界中の子供に一枚ずつタダであげられるのに、と思いました。けれどもアヒルさんは月謝の袋屋さんではありません。本当にかわいそうなアヒルさんです。ところがその晩は大変良いお付き合いでした。学校の先生のカラスさんは散歩に出かけてアヒルさんの家の前を通りかかりました。アヒルさんのお母さんは先生に申しました。先生、うちのアヒルさんは月謝の袋を落としたと言って泣いてばかりいて牛乳も飲みません。カラス先生はベッドの中へ潜ってしまったアヒルさんをベッドから引き出して申しました。月謝の袋は明日あげますから、早く牛乳を飲みなさい。そこでアヒルさんはやっと泣くのが止まって、今度はそれはそれは嬉しそうにニコニコと牛乳を2本半とご飯を4杯も食べて、ベッドの中へ入って、明日の朝までぐっすりと眠りました。安心してください。